皆さんおはようございます。信義チャンネルののぶとまーまーです。今ここマリファナショップ、綺麗なここら辺でですね、ソイカーボーイの近くの一番綺麗なマリファナショップ来ました。アソーコンティ、アソーコンティ、ペロ、アソーコンティ、なんか交差点、交差点、アソーコンティです。ではちょっと皆さんマリファナショップ入ってみましょう。これに何歳かは、ここは20歳あくまで、20歳以上は入れます。女の、あ、これ赤ちゃんです。ダメ、開けてください。では行きましょう。サワディーカー、サワディーカー。とてすごい、ママ綺麗、お店綺麗ですね。うん、ここもなんか勉強の時もみんな知らない、なんか、うん、全部教えます。うん、いろんな売ってます。うん、マリファナだけじゃなくて、うん、例えばバッグだったり、こういうグッズだったり、飲み物も売ってます。これちなみにアルコールじゃなくて炭酸とリーフの飲み物ですね。あとこれはあのガチャガチャガチャってやる、皆さんよく知ってるやつですね。でマリファナクッキーが抹茶、チョコチップ、チョコレート、ブラウニーありますよ。一つ買ってみますのでね。あ、はじめ、サーディーカー、バンポンさん、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。で今あるのがこの1種類、2種類、3種類、4種類、5種類、8種類ぐらいありますね。皆さん、ジャペン CBD、 あれ、これ種類か、種類、種類、種類、ソウル、ソウルディゼル、ディゼル、ソウルディゼル、これはチップジー、チップジー、チップジー、ポポカンチュー、アスコメティ、ジェラート、この中で一番、匂いがフルーティーなのはどれですか？一番すごいの？フルーティー、フルーツっぽい匂い、フルーティー匂い。これ、ああいいですね。これが一番フルーティー。ちょっと匂い私噛んで、ママちょっと今度パパを。はい、ちょっと。カラオケでパシ。今東京でカラオケでパシ開始します。一緒にいいですか？カラオケでパシ。どうもご挨拶、あぶん、ありがとうございます。おすみ、おすごい。ゆうどんにやんないきんれ。すごい、すごい。好き。次、これです。これいいかな。これちょっと匂い、私さっきから気になってたの、これちょっと匂いよろしいでしょうか。うん、これ多分すごいと思う。あらいティーマンハイスか。これ一番強い。これ一番強い。そうです。クッキージェラトです。อันนี้เป็นอันนี้คือมันจะมีที่มาใช่ไหมคะเหมือนกับอันนี้จากอเมริกาอันนี้จากไหนคะอันนี้เป็นฝ่ายคนอเมริกันเหมือนกันอ๋ออเมริกันคาราโมคาราโมคืออเมริกาเดสคอลอมเบียอเมริกาเดสคือว่าอเมริกาอ๋อเขาได้ยุโรปยุโรปาเดสอันนี้เป็นยุโรปเหมือนกันยุโรปาเดสยุโรปานั้นชอบนิยมทำยังไงいい匂い。でもここあれที่แบบอยากจะแนะนำว่าเหมือนเตือนว่ามันควรเป็นข้อห้ามที่ประมาณไหนคนถ้าสมมติอย่างที่อย่างเงี้ยไม่เคยแบบไม่เคยเลยแนะนำให้เริ่มต้นที่ THC ประมาณ10-15 กรัมเหรอคะเดี๋ยวนะคะก็เอฟเฟกต์ของมันจะมี2แบบคือถ้าเกิดว่าทางทาที่เป็นซาติว่านะคะก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ทำให้แอคทีฟขึ้นส่วนตัวที่เป็นอินดิก้านะคะก็ทำให้รู้สึกดีแหละあの今の教えてください。そうそう。なんて言ってた？
なんか先生言った、初めてなんか2種類あります。なんかあちょっとリラックスも あんまり眠くない、だから食べたらなんかもっとあいいかリラックスの感じと、あとあパワー、あと一つはパワー、そう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 、てか日本人はすごく、ね、例えばヨガとか昼間を狙うワットワットフローとかいろいろもある。いいのそれ。大体料金設定を教えてほしい。あいきまなるぞ。ทำให้ตื่นเต้นตื่นตัวแอคทีฟแอคทีฟนี่คือมันแอคทีฟประมาณไหนคะเหมือนว่าสูบแล้วเพื่อจะออกไปเที่ยวหรืออะไรสันทนาการคิดงานได้ไวอ๋อเขาได้แอคทีฟอีเลนน่ะอีไปดีมาถ้าได้บานะกับปาร์ตี้มันโต面白いですここの感じです。皆さん私はねこれからあのクッキーをね買って、これもちょっと夜寝る用のやつを買いたいと思う。でもママの、ちょっと判断でこの動画の前で吸うことはできませんね。ママそうそう、ちょっとあ YouTube うるさいのルールあります、なんか気をつけます。まあ僕ぐらいになると何しても全然来ないですけれども、やっぱりもう経験値が違うから、はい、あのねテレパシーでね、まあ総裁もそうだけど、あとでなんかいろんな聞いたら教えますね。そうです。で、あともう一つあの短い動画も撮ってお店の紹介をしますので、あとでアップしますので、であの感想も、私含めて、お話しさせていただきますので、また後ほどで、これからまたいろいろ行きますので、今日たまたまここすごくいいお店を、このショップ最高のお店を見つけました。